ヤマビーバーはヤマビーバーかヤマビーバー族に分類される月種類。本種のみでヤマビーバーかヤマビーバー族を形成する。アメリカ合衆国北西部、カナダ南西部体長30から41センチメートル。おなが2.5から3.8センチメートル。体重1から1.5キログラム。体型は頑丈。背面は黒褐色や赤褐色、覆面は 高褐色の体毛で覆われる。目は小型。次回は小型で、次回部の体毛は白い。紋子だけでなく小球子や、大薄葉にも仕込がなく伸び続ける。死は短い。名前に、ビーバーとあるがビーバーと、共通しているのは、泳ぎがうまい月脂類という程度で、形態、生活様式並びに、系統的にも、ビーバーとは全く異なり、現存種の中では、初期の月種類である。 パラミスに一番近い形態をしている、月脂類である。湿度の高い信用樹林に生息する。地中に複数の地上への出入り口がある直径15から20センチメートルの通路と小さい部屋からなる巣穴を掘り生活する。巣穴は別個体の巣穴とつながっていたり、複数の個体が共有することもある。植生は植物食で、植物の茎、根、芽、葉などを食べる。 巣穴の外で採食するだけでなく、食物を巣穴に持ち帰り貯蔵する。繁殖形態は耐性。妊娠期間は28から30日。2から4月に1回に2から4頭の幼獣を年に1回、産む。授乳期間は6から8週間。植林された樹木を食害するため害獣とみなされる、こともある。ありがとうございます。